おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで今日はですね、はい、高木豊氏から、皆様にそんな深刻な話じゃないや。やったーっていう話じゃない。ご報告あります。そうだよ、30万人ね、はい、本当に登録ありがとうございました。30万人達成、はい、豊さん、ね、はい、足掛け何年、足掛け何年だろう、5年目、6年目に入ってるのかな。おー、18年からかな。ん6年目にそんな入ってないです。あ、5年目か。そうそうか。もうわけわかんない。そうですね、2022年なんで。いや、我々の年になると1年とか2年とか関係ないからね。そうですよね、うん、死ぬか生きるかだから。そうですね、その死ぬか生きるかの1年1年の中で、はい、ようやく30万人まで来ましたよ。お前最初ね大変だったんだから。本当何人から始まったんでしたっけ。何人も何もないよね、うん、周りの人間でよし登録しました友人から。あ、でもね、覚えてるのが1万人行きますよっていう話をしてて、はい、その1万人のなる瞬間っていうのをずっとみんなで見てたっていうことがあったな。そうだったんですね。でもいろんなことやったな。まあ高校球児っていうのがね、はい、パートナーでいて、うん、このプレーを再現するとか言って、はい、宇野のこうヘディングとか公式でやったらやばいなと思って軟式でやったりとかさやったんですね。それでも痛がってたけどね。あとなんかラジコンと何かもやる。ラジコンでタッチアップどっちが早いかみたいな。ああ、どっち早かったですか。そりゃもうラジコン空回りして動かない企画自体がもうとか、はい、まあ、渋谷行ってあれ好きです私、高校球児をね探すまだ帰れませんとかさ最後のオチがいいですもんねとか。そしたらおばあちゃんがいきなり俺に道を聞いてくれっていや、これはやらせでも何でもなくてさ、はいはい、それがオチになっちゃったけどさ、結局見つからなかった。あ、まあそういうことからだな。で、まあみんなの協力、はい、まあ、ゲストの皆さんとかね、うん、まあそういうものがあって登録者とか増えたりとかね、うん、まあいろいろしていって、一人に30万人って言うけどさ、はい、まあもっとも上の人はいるけどね、うん、だけどこの年でさ、まあ老害の話を聞いてくれるちょっと根に持ってるけどね。そうですね、嬉しいよ。いや、そうですよね、うん、俺思ったのは、まあ、YouTube って最初野球の野球系 YouTube っていうのはいなくてさ、はい、面白いおかしくやってたのね、うん、で、まあ、動画を流しておけば、まあ、まあ回るよなみたいな、うん、そんな感覚だったんだけど、まあ、最近ではやっぱり仕事ってなると気持ちをどんどん入れていかないと、やっぱ相手は伝わるんだなっていう、で一時期こうへこんだところがあって、うん、でもそれからまた少しずつね、上がってきたんだけど、やっぱこう真摯に向き合って仕事って、はい、うん、やっぱ厚さがないとみんな見てくれないという、うん、みんな正直だなっていうね、はい、謝れば許してくれるっていうのが分かったんでこれからもどんどん素直に謝ればね、どんどん謝っていかなきゃいけない。そんなことない。2回謝らせられてるからね。1回は京田さんですね、京田選手、坂本にね偏りすぎて、そうそうだ、ね、足元にも及ばないって言っちゃったんですよ。何が何だ、時は大変でしたね。すいませんでしたみたいな、すぐ謝りました、ね、偉いみたいな。今度はお褒めの言葉に変わった上から目線でもらえます、うん、お褒めの言葉偉い、そんな年で素直に謝れるなんか豊さん素敵みたいな、そうあったんですよ、うん、あれから何年か経ってありましたね、最近もう一回謝る、まあ、デッサー社でないやそれは言ってないんだけども、はい、ね、はい、まあでも気分を害した人の気分を取り戻すために謝ったら、うんうん、偉い、うん、いやだからありがとうとすいませんとか、うんうん、これは魔法の言葉なんだよね。大切ですよ、大切大切、だからそれを素直に言える大人って、うん、ジジって素敵じゃない、ジジって素敵です素敵だろ、いやそうですよ、だからいいじゃない、そういうそういうモチベーション体で、うん、これからもね頑固自身にならないように気をつけていかないとな。まあそうですね、そうそうそう、いやでもさ、最初 YouTube って豊さんが先駆者だったので、やっぱりすごく注目されたりテレビの取材を受けたりとか、もっとプロ野球選手が YouTube やると儲かるんだとか再生回数いくんだっていうのがなんか浸透し始めたら、やっぱライバルも増えたじゃないですか、いっぱい。あのね、ラーメン屋と一緒なんだよ例えばラーメン横丁があるじゃん、はい、あんなとこでやってたらうまいとこしか入らないと思うじゃん、うん、溢れたやつが他の店入るんだよ溢れていいんだよ溢れていいんですね溢れていいんだよ、なるほど、なるほど、そう受け入れるよみたいな、なるほどね
まあそのぐらいの低姿勢でそうですね、神戸を垂れて、そうですよね、そうそうそう、神戸を垂れてといえばこの YouTube をやり始めて豊さん資格回復もしたじゃないですか。あ、したしたらね、やっぱ資格回復をしたらやっぱりこうどこかに教えに行くにしても、はい、低姿勢で行かなければ今お伺いを立てるという、そうだよ、そうだよ、どっからも来ない。ちょっと待って何なんだよあれ。いや、そりゃそうだよ、うん、野球のチーム作りませんかみたいな言ったって一人も来なかったんだ。誰一人来なかったでも最後のノックっていうのは ね結構応募があって、まあ、厳選させてもらってね、うん、でまた日程が合う人、うん、来れる人、うん、そういう人でやろうと思うけどね。そうですね。いやー、ただいいのありました、セカンドチャンネルでね、なんかしないけど、あの香辛料を飲んでみるとか。お前がやらせてもらう違う、私じゃない、どなたかがやね、スタッフがやりましょうって、うん、まあまあいろいろあったね、ありましたよね、まあ、セカンドチャンネル、まあメインチャンネルね、ラジオも、ラジオもそうです。でもね、3チャンネルやってるとね、うん、できないよ、正直言ってやっぱね、メインをおろそかにしたくないから。それはありますよね、あるでしょ、やっぱり、うん、まあ、最初3ヶ月終わって、うん、マネタイズできるようになりましたとか言って、うんうん、お金入りましたって持ってきたのが8000円3ヶ月で8000円。俺もう撮影のたんびにいきなりステーキ行ってスタッフに怒ってやって、はい、ね、よし頑張ろうぜって、うん、足出まくりだから完全にですよ、タコより出てたから足がそんな出てましたか。8本どころじゃなかった、何百本出てました、ね、何百本ぐらい出てた。これ来始めたなっていうのはどこからだったんですか。いや、だから、まあ、地道にこうずっとやってきて、うん、でお金が番組のトータルで70万ぐらいだったのかな、うん、あ、行くようになったねって、うん、でその時にこのお金を全部ゲストに使いましょうって、あ、一回やってみましょうって、はい、でゲストをこう呼び出した。最初のゲストってどなたでした。最初のゲスト、うん、最初の動画は江川さんであったり、はい、野村弘樹であったり、うん、そういう人たちが協力してくれたんだけども、うん、谷繁だったかな、谷繁ぐらいから本格的にちょっと呼ぼうっていうような形でちょっと足場を固めることができて、はい、それで最近ではやっぱコラボに頼ると一人になった時に辛くなるし、はい、そうなってくると困るんで、うん、まあコラボはコラボであんまり率先してこっちからはね、うんうん、はい、いかないけどやってくれっていうこと人にはまあ、できるだけの協力をしてあげたいと思ってるしね、はい、そうだな、だからゲストで足場を作り、うん、でまたゲストから一人に戻り、一人っていうか、まあ、こういう動画に戻り、はい、っていうようなことだよね。そうですね。あとね、本当流行語大賞を取ってもいいぐらいベストナインおじさんっていうのもこれ豊さんが最初ですもんね。もう 誰でもやるんで今やもう本当に登竜門みたいになってますから。もう、ね、まず YouTube の俺の動画を見たら、うん、どれが回ってるっていうのを見たら簡単だよね、うん、はい、次からの人たちは、うん、ちょっとアレンジしていけば、はい、多分回ってくれるよね。でもそれもね、回らなくなるからこれからの努力。そうですね、うん、これはね、でもスタッフがね、よくやってくれる不眠不休で、うん、編集もありもちろんありますから。だってさ、プロ野球ニュース終わってヘドヘドで家に帰って一本撮らなきゃいけないとかね、はい、あれ夜中に撮ってるんですか。夜中に撮ってるよ、あの振り返りですよね、寝るのがね、4時5時だから。え、何時から撮り始めてるんですか。じゃあ撮ろう。いや、だってあれから資料を作ってみたいな、はい、嘘あっちゃいかんし、はい、ホワイトボードに書かないかんし、うん、撮り終わったら3時とか朝方ですよね。あ、でそれをそこから今度スタッフに、まあもちろんね、そう、素材を送ると。でスタッフは、うん、まあ、朝だよな、はい、朝か早く送れたらギリギリありがとうございましたって来るんだけど、うん、あ、こいつ、ね、まあ、寝てるわなとか思いながら、うんうんうん、朝目が覚めて6時ぐらいに携帯見ると、うん、あ、既読になったと思ったら、はい、こいつこんな時間に起きてやってるんだ、まあ、編集すんのかなと思うとスタッフへのありがたみですよね。まあそういう協力がないとね、そういうチームプレーがないとできないなと、はい、いやだからそうなんです、あのもちろん発信する側もそうですけども、それを支える裏のスタッフがあってこそのこの30万人っていう、まあ、そうだな、はい、だあの一人ではできないので、一人ではできないしな、決してできないです。だからそういう意味ではいいスタッフにね、そう
囲まれてるし、あと嬉しいのは見てくださるファンが豊さんは速報を必ず出してくれるだろうという。お前あれも大変なんだよお前。いやスタッフも豊さん大変ですよね。いや俺の方が先な時もあるし、はい、スタッフからポーンと LINE、ね、が飛んでくる時あるし、はい、どこで撮るんだよ。今外だろうとかね。外だろうと、まあ、携帯一つあったら撮れる時代だから、はい、いやじゃあまあとりあえず頑張るわとか言って iPhone で撮ったりとかね。私はジジイのアップは厳しいですよ。余計なこと言わなくていいんだよお前。みんなこっちだって必死にやってんのにさ。そうですね、ジジイのああいうコメントはテンション下がるの。ジジイのアップはきついでみたいな。じゃあどうしようそらそうだろうよ悪かったよみたいな。じゃあもう引きで撮るかと。ああもうね。まあまあでもそういう人の意見も聞きながら面白いですね。引きで撮ったりとかねする時もあるけど、ファンの中であこのニュースが出たとか、あこういう野球のちょっとネタがざわついてるぞってなるとやっぱり豊さんも上げてるかなで豊さんのチャンネルすぐチェックしてくださったりとか。面白かったのは、うんまあ、ヤクルトの村上が指摘した阪神との、うん、疑惑があって あれもちょうど見てて、はい、あこれ動画にしようかなと思ったりとか、はい、佐々木朗希が、うんなんかネットで騒いでるよみたいなこと言うから、はい、じゃあ撮ってみるかって言ったら100万回線行ったりとかさ、はい、だからちょっとしたやっぱりこうアンテナを張ってたりだとか、うん、努力すると反応よく見てくれてるよね。そうですね。あとやっぱりなかなかその例えば地上波だったりで、まあ、なかなか鋭いところを突っ込めなかったりってあるじゃないですか、いろいろ。いやもう時間がさ、うん、決められてるから、はい、言いたいこと全部言えないんだよね、うん、YouTube って言いたいこと全部言えるから、はい、言いたいこと言いすぎて炎上する時もあるんだよね。まあ、そういう時は謝る。謝る。もうそれかはもう謝るすぐに。ね。まあだけど、まあそういう良さもあるよね。そうですね。うん、でも YouTube のこうやって30万登録をしてくれてる、うん、まあ、登録者っての方々ってさ、はい、やっぱファンでいてくれるだろうし、うん、楽しみにしてくれてるんでね。うん、まあこれからも毎日投稿はできるだけもう入院するまで。入院しても多分すると思う。多分そうでしょうね。そうそうそう、病室から、うん、それと言ってんのは、うん、女房にも言ってんのは、うん、死人際まで取れと。それはきつい言われますよ。いやみんなありがとう言って。ちょっとそれはそれ言える状況にあるかどうかは別問題です。まあまあまあそう、チューブが入ってでも言われたよ。なんてね、うん、そんな時に、うん、私はカメラ回せないって。当たり前ですよ、そんな。だからスタッフ呼んでこい。奥さんもスタッフ呼んでこい。いや俺がよ、俺がスタッフ呼んでこい。もしくはもう自撮りですよ。自撮りボム持てない。持てない、これ地震かなと思うじゃない。いやそうですよ、画面揺れる、うん、いやだからまあそのぐらいまで、うん、まあ頑張ろうと思ってます。そうですよ ね、はい。じゃあ豊さん、はい、30万人の、ね、見てくださるやっぱり方がいてこそのこの登録者数なので、はい、還元しましょう。何かなんかな、皆さんに30万人記念突破ということで。いや突破記念は考えてんだけど、うん、また次の動画かなんかで、うん、まあプレゼントだったりだとかそういうのはちょっと考えようかな。プレゼントプラスプラス、まあ、豊さんの何かね企画が見たい。あこれね、うん、面白い企画をねこの前話をしたんだけど、はい、俺が出没するどっかに日本全国の、うん、それは分からない、はいはい、で写メを1時間ずつに動画に送る、うん、豊さんが自撮りして、うん、ここはどこか場所を特定できるような感じのね、ちょっと後ろに風景何か映ってるとか。そう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 、そして、はい、俺を最初に捕まえたやつに30万とかさ。ああ逃走中みたいな感じですね。そうそうそう、全国だからね。だからそれは、はあ、ハンター言うと東京に限ることではない。わからないですね、まあ、横浜であったり札幌であったりいろんなところがある、うん、あ偽豊かなんかも出没させちゃったり。ああ可能性あるね。ああ豊かさんに似てる人だったり、そうそうそう、なんかお面かぶった人だったりとか。そう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 、なるほど、それもいいですね、うん、だからまあそういうことも考えてるという、まあ、今ちょっとねいろいろ考え中ということで、うん、そうそうそう、年内にはやりたいですか。あもちろんですよ、年内もうねあと4ヶ月もないですからね。でも野球が終わったらある程度時間が取れるようになるからね。そう11月12月あたりで、うん、まあそうだな、逃走中いいですね、はいはい、まあ、いろいろちょっと考えてみたり、まあ、なんかこんな企画あったら面白いんじゃないかっていうのもね書いていただければ、まあ、採用するかどうか別として参考にもコメント欄でしたいですね。まあそうだな、コメント欄で、ね、うん、こういうことやってくれとかね、はい、なんかスタッフ笑ってますけど、できるできないあるからな、言っとくけど。そうですよ、うん、体力的なこともあるしね。まあ、逃げるっていうのは普通に歩いてるからさ。今昔みたいなスーパーカートリオみたいな走れないから。
無理ですよね。だってお前ゴルフ場行ったらさ、あいつ絶対高木豊だぜって、うん、いやいやあんなに太ってねえだろって、うん、昔めちゃくちゃ足速かったんだぞって、うん、あんなんで走れるかって、うん、今と昔を一緒にすんなっちゅうのそうですよ、人間って太るっちゅうの。そうですよ、太るしね、あの足腰だって弱るっていう。そうだよ、あんなんで走れるかって、バカお前60過ぎて今20代ぐらいに走れるかってそうだったら今でも現役やってますよね。そうだよ、そういう話もあったけどね。そうですね、はい、というわけで、まあ、とにかくまずは、はい、あの30万人ね、どうもありがとうございました。本当にこれからも頑張りますね。はい、はい、ありがとうございます。